実は朝に食べると最悪糖尿病になりますというテーマでお話をします僕がおデブちゃんだった時は白米食べないようにしたり摂取カロリーを減らしてましたこれ本当にダメなんです実はそれ 血糖値が上がり太る原因になるんです確かに糖質をカットすることで血糖値の上昇を抑えることができますただそもそも血糖値とは一体何なのか知らずに損している人が多いんです血糖値は株価と同じ円安になると買うものが高くなりますよねだから嫌だなと思う方も多いと思うんですがただ円安になると日本から輸出している企業はお金を儲けますよねこのように血糖値は高くなっても 利点があるということを知ってますかそれは食欲を抑えること僕たちの体は血糖値が上がることによって満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいと感じます そのため血糖値はある程度上がる必要があるんだけどいけないのは株価と同じように急激な乱高下ですそのため食べる量を減らしたり糖質制限すればいいと思いがちなんですがそれはずっっととと糖質を我慢でできる人だったらいいということなんです極端な炭水化物抜きダイエットをすると体が水分不足に陥るため便秘や肌荒れまたたまに食べた糖質などによって血糖値が急激に上昇 し糖尿病リスクが上が上るまた極端なダイエットは逆に糖尿病になるんですそれはストレスホルモンが血糖値を上げてしまい糖尿病リスクが上がるんです。実際にドイツでで行われた調査では 強いいいスストレスを感じててるる人は糖尿病の発症確率が45%も高くなっているつまり無理なダイエットを行うと食欲が抑えられなくなる急に老ける糖尿病リスクが上がるとなんとなく感じている方も多いと思いますただある紙食材を朝に1個食べるだけで食欲を抑える若返り効果がある血糖値を抑えるなど科学的にも証明されている食べ物を5つ紹介をしていきます。それでは早速朝に 1>, 1個食べるだけで血糖値を下げる紙食材それは良質な脂質タンパク質の食材食欲を抑える効果があります油というのは食欲を抑えるホルモンの元になりますから食べ過ぎを阻止することができます例えば焼肉などに行って油っこいいいお肉ばっかり食べるとお腹いっぱいになってないのにたくさん食べられませんよねこれは油というのが食欲を抑えるホルモンの元になっているからたくさん 食べられないということなんですまた良質な脂質とタンパク質は若返り効果もありますタンパク質というのは皮膚や筋肉の元になりますなので例えばボディビルダーのような人はタンパク質たくさん食べているイメージですよねそのような方は筋肉もついているけどお肌もかなり綺麗な状態ですよねなのでタンパク質と油一緒に摂ることによって若返り効果がありますそして血糖値を抑えることもできるんです朝に 良質な脂質、タンパク質を摂ることによって満腹度が上がってきます例えば逆にお米とかパンだけにしてしまうと血糖値が上がるイメージありますよねなのでここに良質な脂質、タンパク質を同時に摂ることによってその効果を得られるんですなので具体的な食べ物や食べ方を5つの食材に合わせて紹介をしていきます まず一つ目はゆで卵良質な脂質・タンパク質が含まれていて糖質をほぼ含まないため血糖値を上げずにダイエット効果があるんです実際に行われた研究では朝食を卵に置き換えただけで体脂肪・内臓脂肪が減ったということが分かっていますただ卵ってコレステロール上がりそうとも思いますよねこれについて実際に行われた研究では卵を食べないようにしててそれから少しずつ卵の量を増やしていった 研究では卵を3つ食べた方が動脈硬化のリスクが減ったということがわかっています意外な結果ですよねどうしてこのようなことが起こったのかっていうのはこの研究の中で血液検査でコレステロール値が上がっていた だけど上がっていたコレステロール一つ一つの機能が上がっていたから血管をドロドロにする悪玉コレステロールだけではなく血管をきれいにする善玉コレステロールも増えていたということが分かっていますただしこんな時の卵は半熟卵がおすすめ片茹でした卵だと吸収率が下がってしまったりこのような効果が得られないということが分かっていますのでゆで卵や目玉焼きは半熟の方が吸収率が高くなり血糖値を下げる効果があると言われています ますのでぜひ試してみてください続いて2つ目サバ缶 EPADHA という良質な脂質が若返り効果があるということが分かっています実際に行われた研究では EPADHA を12週間取り続けると中性脂肪内臓脂肪が減ったよということが分かっていますこの時のお魚は青魚やサーモンマグロなどのお魚またサバ缶やサンマ缶でも効果があると言われていますただしこれらのお魚はセレンというのが 含まれていて毎日食べ続けると逆効果になってしまうということも分かっていますので体に不調を感じる場合は1週間に2から3回程度お魚を食べるようにしていきましょう続いて3つ目オリーブオイルオレイン酸リノール酸といった健康効果が高い脂肪酸が含まれていて血管を拡張する作用がありますから血圧を下げる効果があります実際に2000年の研究では高血圧に悩む人にオリーブオイルを取ってもらったと 6ヶ月後には大半の人の数字が大幅に下がりそのうち8人は治療薬を止めても、OK、なレベルまで症状が改善したとといいうことが分かっていますただこのオリーブオイル選び方は注意が必要で市販のオリーブオイルの69%には混ぜ物が入っていたということが分かっていたり摂り過ぎると逆に糖尿病のリスク上がってしまうということが分かっていますから1日大さじ1杯から2杯程度をおすすめのオリーブオイルで摂るようにしてみてください。 続いて4つ目アボカドアボカドに含まれる油は血液をサラサラにする善玉コレステロールを増やしてくれて適度に食欲を抑えてくれますまた水溶性不溶性の両方の食物繊維を含んでいますから腸内環境も良くくしてくれるんです実際に行われた研究では肥満に悩む人にアボカドを食べてもらったところ食事制限をした人よりも食後の空腹感が15%低くなり30%も満足度が増えたという ことが分かっていますつまり最初に紹介した卵やお魚と一緒にアボカドを1分の1から1個程度取ることによって食べ過ぎを阻止することができます続いて5つ目ナッツ良質な脂質食物繊維マグネシウムが血糖値を落ち着かせてくれたり腸内環境を良くしてくれます実際に行われた研究だとナッツとピーナッツバターの摂取が女性の2型糖尿病リスクと逆相関があるということが分かっています具体的な数 数字でいうと1日 28g のナッツを摂取する人は2型糖尿病の発症リスクが27%も低かったということが分かっていますなので朝からサラダに混ぜるのでもいいですしおやつのタイミングに食べることによってその効果を発揮してくれますただしこれらの食食べべ物だけををるるとといいうううににしししててままま糖質を制限すすよよなっねそうするとダイエット自体がストレスになったりずっと糖質を我慢できないということが起こってきますから まず朝ごはんを食べるときには食べる順番が大切になります白米を先に食べるのではなくタンパク質と脂質が含まれているようなものを先に食べておいてそこからお米だったりパンを食べるようにしていただくと血糖値の急激な上昇を抑えることができますまた卵だったりとかお魚が苦手だよという方は味噌汁などのお汁物を熱い段階で先に取っておくことによって早食いを阻止することもできますから 自分の性格に合わせてててやってみてくださいでは最後に僕の成功例だったり失敗談というのを紹介していきますので参考にしてみてください。僕が1 2 3キロから痩せた時に最初にやった方法は16時間断食。 これは朝ごはんを食べないという方法なんですいやそれしたら血糖値急激に上がるし無理なダイエットなんじゃないのという風に思いますよね確かに僕も YouTube で見た時に最初にやってみたんですが我慢できずに食べたり食べなかったりしたんですねなのでいきなり朝ごはんを食べないという風にしたのではなくダイエットを始める前は朝コンビニでおにぎりを2つそして飲み物を買ったりサンドイッチも合わせるなんていう風に食べていたんですがそれをコンビニで 買う時にサンドイッチを卵のものにしたりおにぎりを鮭だったりとかお魚が入っているものに変えたりおにぎり1個分をゆで卵2つに変えてみたりとか食べるものを1つずつ変えていって健康なななもものの良質な脂質質脂とタンパク質が含ままれてていいるようなものに変えていきましたそうすると満足度が高かったですし血糖値が上がって仕事前に眠くなるなんていう血糖値が急激に上昇した時に見られる症状などは減っていきました。そこから少しずつ 朝ごはんを減らすというふうな方法にして昼ごはん夜ごはんは好きなようなものを食べるようにしてからダイエットをスタートさせていきましたこのようにすることによって僕はストレスがなくうまく痩せることができましたただこの方法はだいたい1 2 3キロから 7 0キロから8 0キロぐらいまで痩せるまではうまくいったんですがそこから今の体重まで1 0キロ落とす時には3食きっちり分けて食べるようにすることによって血糖値の上昇を抑えながら1週間でででキロずつ痩痩せせるるようなな健康的なダイエットで痩せることができましたその時の朝ごはんはゆで卵3つこのゆで卵をサバ缶に変えたりとか野菜はキャベツはたくさん食べるようにしてそれにアボカドを入れるようにしたりそれを食べた後に 你。 白米米だったたり玄米を食べるようにしてましたそしててまそ忙しい時はコンビニにも寄れないということがあったので常備ストックするものとしてプロテインを飲んでいました朝起きてプロテインを飲んでからおにぎり1個食べるようにするとこのタンパク質とお米糖質というのがうまく吸収されやすくなるのでこのように食べるようにしてましたそして食事に合わせて運動も考えるようにしました例えば運動ってなると筋トレとウォーキング2つある と思います自分がやりやすい運動に合わせて食事の内容というのを考えていきました例えば筋トレができるようになった場合はプロテインを飲みながら糖質も入れるようにしていきましたそうすることでタンパク質と糖質というのが筋肉を作るエネルギーとなりますから筋肉がついてリバウンドしづらい体を作るようにしましたそしてウォーキングをしていた時というのは有酸素運動のエネルギーというのは油脂質になる ありますから良質な脂質タンパク質のものを中心に食べながら1日30分程度歩くようにしていましたまたウォーキングの方法だったり注意点については別の動画で紹介してますので概要欄チェックしてみてくださいこのように極端なダイエットというのは続かなくなってしまうというのを僕は何回も経験してきたのでこの動画ここまで見てくれたあなたの気持ちすごくわかりますそしてすぐ痩せたいという気持ちもわかりますただそれで何回も失敗してきたじゃないです だから自分のできる範囲でいいですし自分の性格に合わせてできるものから始めていきましょうこの動画が良かったら高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいですまた一人ではどうしてもうまくいかないという方は一緒に体のことを考えていく健康大学というのもやっています。ぜひ概要欄からああなたたたの留学おお待ちししてりりまままます最後まででごご視聴ありがとうございましたそれではまた明日ババイバーイ